こんにちは。今回はこちらの模様なんですけども、編み図をね描いてみたので、これを見ながらゆっくりねノーカットで編んでみようと思います。どうぞよろしくお願いします。でその前にですね、こちらですね、編み物 YouTuber のゆくれあさんが韓国の編み物 YouTuber さんのジョイさんっていう方のマスクを参考にね作り方動画を上げてくださっていて、そちらをね見ながら編ませていただきました。毛糸はこちらを使ったんですけども、これがですねダイソーさんのコットンヤーンで編みました。で私はちょっと顔がね結構大きいんだと思うんですよね。であとちょっとゆったりめがいいかなと思って、こっちがゆっくれ屋さんの動画をね拝見して作ったんですけど、ちょっと大きめでねもう一つね作ってみました。すごく良かったですね。でこちらをね作らせていただいて、で以前ねこのヘアバンドをちょっと作ってみたんですけど、結構よくってずっと使ってるんですね。洗ってまた使ってみたいな感じなんですけど、でこれちょっとなんていうのかな、ここがアフガン編みだったりとかしてちょっと作るの大変かなと思っていて、でこちらのねマスクと作らせていただいて、なんか形似てるなって思ったんですよね。これねこちらをね参考にしてね作らせていただきました。メランジなんですけど、こちらのマスクの編み方の目数とかを工夫するとこういう風にも作れるんだなと思って、結構すごく使い心地よくてずっとね愛用しています。毛糸だからね髪にすごく跡がつくっていうことがないんですよね。金属のものだと結構跡ついちゃったりすると思うんですけど、あと軽いからすごく楽、つけてても全然楽だし、これ良かったですね。なんか面白い編み方をね教えていただいてね、本当に良かったなと思いました。ゆくれあさんとねジョイさんどうもありがとうございます。はい、ではこちら編んでいこうと思います。メランジとかぎ針は8号ですね、805 5.0 ミリを使います。で作り目は13目で今回は作ります。これと全く同じものですね。で作り目は他のサイズにするときは3の倍数プラス1目になります。で立ち上がりの1目は別なので3の倍数プラス1目プラス立ち上がりの1目ですね。これ作り目って間違ってますよね。ここ立ち上がりですね、すいません。でこちらはサイトの方でダウンロードできますので、概要欄にURL を貼らせていただいてますので、よかったらそちらからダウンロードして編んでみてください。まず作り目ですね、こっちから始まります。こっちからビューといって上がりますね。なのでまず作り目を13目編みます。くるっとして、ここはね2回するとね結構こうしっかりしていいみたいですね。海外の方こんな感じで2回くるっとしてる方いらっしゃいますね。そしたらこっから13目なんですけど、
構裏山拾うので、なるべくゆったりめがいいと思います。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい、13目できました。2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ですね。で、ノーカットなので、一緒にね、編んでいただけたらなと思います。で、私編み図がね、あんまり読むのが苦手なんですよね。そうなので、まあ、自分の勉強のためみたいのもあって、こういう風にね、させていただいてます。で、ここ色が分かれてるのは1段ずつ、ちょっと分かりやすくしてるんですけど、今ここから始まって13目編んだので、1個立ち上がって、で、こっちに帰っていきますね。で、これが細編みで13目、これが1段目になります。なので1目鎖編み立ち上がって、で、今ここね、指で押さえてたとこですね、をくるっと回して、このポコッとしたやつですね、だから1個2個目ですね、ここに細編みをします。1回、で、また次ですね、2回、3回、4回、5回、6、7、8、9、13、13ですね。で、今こっちにこうギューッときたので、1段目が終わりました。次は2段目です。こう上がりますね、こういってこういって、こう、まず鎖編み1目で立ち上がって、同じ目に、同じ目じゃないな、根元に細編みを1回します。鎖編み1回立ち上がって、くるっとひっくり返して、根元ですね、ここに細編みを1回します。そしたらここに中長編みの玉編み1,2,3,4,5 ですね、5目をここのね、同じここの細編みしたところですね、ここに入れます。引っ掛けてこ
構同じとこですね。これで1回引っ掛けて2回引っ掛けて3回引っ掛けて4回引っ掛けて5回。そしたら糸を持ってきて一度に引き抜きます。そしてここで鎖編みを1回。そしたらここが今ここ鎖編み終わったんですけど、ここがね1個2個開けて3個目ですね。1個2個3個目、ここに細編みします。1回ですね。はい、あれ拾えてないね、ちゃんとこうですね、細編みをします。はい、これでここが1個終わりましたね。でとね、またここが同じことの繰り返しになりますね。それが1個、2個、3個、4個になります。ではやっていきます。ここ同じ目ですね。ここの同じ目に玉編みの玉編み5目ですね。かけて1,2,3,4,5 で持ってきて鎖編みを1回して1個2個3個目、ここに細編みをします。これあのペン持ちだとこんな感じですね。あ、またここ同じとこですね。引っ掛けてビヨーンと引っ掛けてビヨーン、今2ですね。3,4,5。はい、で一度に引き抜いて鎖編みをして 1,2,3 個目ですね。ここに細編みです。じゃあもう一回同じとこですね。1,2,3すいません、今1で2,3,4,5。はい、引き抜いて鎖編みして 1,2,3 個。そうするとぴったりで終わりますね。でここにコマで終わりますね。はい、で2段目ができました。そしたら次がこう来たのでこっち上がりますね。と3段目になります。でここが鎖編み2目で立ち上がってずっと中長になります。と1回2回で立ち上がってくるっとします。引っ掛けてここですね、ここに中長編みをします。また引っ掛けて次の目ですね、ここですね。はい、
13ですね。13だから今3個入ってるから次が4です。次ですね、4、次が5、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい、これでできました。2、4、5、8、13ですね。で今ここにいますね。ずっと来て3段目が終わりました。そしたら次が4段目でこっちにこう行きますね。2段目と同じになります。立ち上がってひっくり返して根元ですね、ここに細編みを1回引っ掛けて同じ目ですね、玉編みを5目入れていきます。2、3、4、5、引き抜いて鎖に1、2、3個目ですね。ここに細編み、また1、2、3、4、5、鎖編で1、2、3個目、ここですね、2コマ。1、2、3、4、5、鎖編み1、2、3個目ですね。2個回りをします。また1、2、3、4、5で鎖編みで1、2、3個目なので、この鎖編みの頭ですね、ここに細編みをします。はい、ちょっとここ硬いです。はい、歪んでいる時は引っ張る。なんかね、ちょっとずつね、なんかあれですよね、編み癖が強くなっちゃうんですよ、私ね。ちょっと緩くしないと。今4段目こっちに来ましたね。こうピューッと。で、次5段目で、ここは、また繰り返しですね。
編み図だとこう逆になるんですけど、同じですね。立ち上がって繰り返して根元ですねに細編みを1回で、ここの同じ目ですねに玉編みを5回します。1、2、3、4、5、引き抜いて鎖編みをしたら1個、2個、3個目ここですね、に細編みをします。そうするとここだけこうちょっとくっついた、玉編みがくっついた感じになりますね。でまた同じ目に玉編みを2、3、4、5で引き抜いて鎖編み1個、2個、3個目、これですね。はい、あと玉編みあと2個ですね。あのペン持ちの方もナイフ持ちの方もいらっしゃると思うんで、ちょっと交互にやったりしますね。はい、1、2、3、4、5引き抜いて鎖編みして1、2、3個目。また同じ目に1、2、3、4、5引き抜いて鎖して1、2、3個目。よいしょ、よし。でここに細編みです。はい、こういう感じになります。今ここです。こういってこうで5段目が終わりました。で今度6段目ですね。こっち上がっていきます。ここは3段目と同じ中長編みになります。鎖編みが1回、2回で立ち上がってくるとひっくり返します。1、次がここですね。ここ今1個終わったので次が2ですね。2、3、4、5、6、次が7、
8、13目できました。で今6段目がこう終わって、次が7段目になります。2,4,5,7は同じですね。だから玉編みのとこですね。鎖編み1目で立ち上がって、こっち向きでひっくり返して、根元に細編み。で、同じ目にまた玉編みですね。1、2、3、4、5、持ってきて鎖編み13、はい。でまた同じように玉編みが5回、2,3,4,5、気抜いて鎖編で1,2,3個目に細編み、1,2,3,5、気抜いて鎖編み1,2,3個目、細編み1,2,3,4,5、鎖編みして1,2,3個目ですね。うん、ちょっともう硬いんでここ入れますね。すいません。本当はここね、ここね、やっぱ編み癖が強いんだな。はい、ここね、細編み1回で、で今こっちにこう来たので 1,2,3,4,5,6,7 ですね。で8段目で終わりになります。鎖編み1目で立ち上がって細編みで終わりです。鎖編み1目くるっと回して根元ですね、1,2,3,4,5,6。本当は多分ナイフ持ちの場合はこう持ってきたら
こう結構ここ先端くるくる回すんですよね。でも私もともとがねペン持ちだからあんまりね多分回さないんだ。こうやってやっぱり手首回してんですねきっとね。うんうん、きっとそうだ。2、4、6、今8ですね。8、9、10、11、12、はい、ここ最後ですね。よいしょよいしょ、よし、13、はい、これでできました。一緒にね、もし編んでいただけた方がいらっしゃったらどうもお疲れ様です。ちょっとここがブサイクになっちゃった目がねちょっと緩くしすぎちゃったか。はい、このような感じです。で、同じですね。あ、向きが逆か。これで同じ。うん。はい。で、これが、できると、必ずしもこうしなくちゃいけないっていうのはないので、ここを細編みに変えたりとか、この長編みをもっと増やしたりとか、もう長編みなくしちゃって玉編みだけとか、いろいろアレンジが効くと思うので、よかったらいろいろ試して編まれてみるのもいいと思います。はい、ということで、今回は玉編みの模様編みの編み方をやってみました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございます。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。